抽選により決定した A から P までの全16ブロックにて予選トーナメントが行われた。さあファースト、そして最後は4番線。さあこれは見切れない。各ブロックとも実力者同士の激しい戦いが繰り広げられる中、会場の注目を最も集めたのが予選 K ブロックの梅原。全国的に名を知られる 2D 格闘界のカリスマプレイヤー。これまで様々な大会で優勝を飾っている。会場全体が注目する中、梅原の試合が始まった。その実力を遺憾なく発揮し、順調に勝ち上がる。しかし、続く2回戦。Let's go! Yeah! 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 Yeah!
さかの敗北。優勝候補梅原予選敗退。そしてもう一人の優勝候補、第1回全国大会においてベスト4まで勝ち進み、セイントの称号を得た男 JT。 今大会も一番乗りで本戦出場を決め、優勝候補として注目を集める。 A ブロックを順調に勝ち上がり、迎えたブロック代表決定戦。ブリジットライリー、エディー、エディの方が、ジェディ対するブリジットの方が、マブですね。さあ、ついて後ろに下がって、つっつけ、さあ、ここでファーストからつないだが、さあ、ここでキルマシン発動、構わずダッシュする、勇気のある選択肢、これが爆発を踏んできたものの違い。さあ、このキルマシンにデッドアングル、しかしさあ、ゼロごと残ってしまったが、空中からのガトリング入って、さあ、まず1本先制したのはブリジットのバブ。さあ、センター危うしか、さあ、投げが入って、さあ、伸びるからくっついて回って、さあ、ダメ足しのぎったが、最後はドリブルで締まる。さあ、からさあ、しゃがんで、ハイズラーで空中で逃がさない。さあ、ドリブルを打って、さあ、序盤体力リードしているのはエリー。さあ、これドリブルカウンターから空中ガトリングでフィニッシュ。さあ、 JT が一本取り返した。さあ、バブ対 JT、 勝つのはどっちだ。さあ、ロジャーの、さあ、出てきたところにロジャーがまだいた。さあ、これで耐えるとハンプを持ってかってしまう。さあ、レブハグファーストガードしたのはバブの方。さあ、大幅体力半分以上リードしているバブ、しかし、さあ、ドリルガードして、さあ、して今度は接近戦を挑み続ける。さあ、足まで入って、しかしここはバースト、そしてキルマシン発動、ダッシュが引っかかって、勝ったのはバブ。セイント JT、 まさかの予選敗退。さらにアルカディア代表選手 OIG も、
その他のブロックにおいても全国的に名を知られるプレイヤーが次々と姿を消していく。まさに波乱の予選トーナメントとなった。そしてその激しい予選ブロックを勝ち抜いたこの16名により決勝トーナメントが始まる。まずはバブ対ランレボ。続いていきましょう。じゃあ第2試合、カキューン対トール。カキューンが生きがっぴや。自分のキャラさあ、キャラをしっかりジャンプで離して、さあ投げが入ったのはカキュン。さあコンボにはいけない。さあしかし序盤体力でリードしているのは若干ではあるのカキュン。さあ空中投げからコンボに行く。さあ畳返しもかす。さあ一気に体力を持ってった。しかしここからトールの反撃があるのか。さあワンコンボで半分近くを持ってくる。さあうまい空中投げ。さあ攻めざるを得なくなったのはボール。さあ引っ張りが入って、さあちょっとコンボを焦ったか。さあ陽子陣からのコンボも見つけてしまう。さあお互いちょっとミスが目立つ中、足払いから、しかし陽子陣、さあ前 P から空中コンボには持っていけない。
さあお互いが距離を取りつつ牽制して、さあ陽心カウンターにはならない。さあしかし陽心一発のカウンターで繰り返せるこの体力差。さあこの陽心カウンター、ファーストを読んでいて走ったまでは良かったが食らってしまう。さあ残り0。さあまずは第1ラウンドタイムアップで下級。さあ引っ張りが入る。さあガードポイントを利用して空気を押してガード。さあ吉見が入らない。さあ玉木返し青木アンカーのコンボはここをファースト。さあ足回り玉木返しは入らない。さあこのバッタにした。さあ陽心に陽山戦を合わせる。さあ冷静だ。さあ裏から攻めにはいけない。さあ畳み返し青木から一気に陽山戦で体力残り少し。さあ大幅リードはしています。竹生。さあしかしでボールの投げが入って、もう一回投げが入る。そして亀橋の投げからのコンボが入って繋いでいく。しかし空中投げで追い払う。カキュン、しかしトールの体力もだいぶ追いついてきた。しかしここでダッシュから空中ダッシュからの S が入って、ベスト8、2人目はカキュンのバイケン。さあ続いて第3試合 HVR さんとブラウンさんですね。HVR のファースト、右側にブラウンさんのミリア。さあミリア対ファースト。さあまずは遠距離から前を打って対するミリアのシルエットガードを置いておく。さあここで6が当たる。しかし投げ狙う回避したが、子供がいるためコンボにはいけない。さあ差し込んから、さあここでキーのファーストが入る。中段から一気にコンボに持っていって、バンデも張る。そしてバットム。さあまずはミリアが一旦距離を取った。コースを拾って、さあ最後後半のリードしているミリア、一旦守りに入ったのか。しかしここでバスケカウンターから、さあここでメテオも降ってくる。投げが入ってロバキアンからコンボにつないで逆転。 HVR がまずは一本先制。さあブラウンさんの反撃があるのか。序盤リードしていただけに精神的に苦しいか。さあ空中からはジャンプ HS で攻め立てる。さあもう一回、さあジャンプリーカウンターからコンボにはいけない。さあもう一回ジャンプ HS で落として、しかしドリルからウィングバイバイが入って、さあファーストがコンボに行く。さあ空中のコンボに行ったのか。さあ一旦ミリアは距離を取った。さあ先ほど右側の展開。さあここでファーストが画面端で固める。しかし金のバーストでなお逃れた。さあローマキャンからのコンボはミスってしまうが、さあここでファーストがバースト。さあダメージ的には若干ブラウンさんミリア有利。そして空中投げ、さあ縦も張る。さあ中段もしっかりガードしている。そして最後はジャンプ D。 さあ一本取り返したこの接戦最終ラウンド、まずはどっちか。さあまずはシングルマンで実験する。もうスカウトヒントからコンボに持っていって、さあ縦も張る。中段から青木アン絡めて浮かせてコンボ、足元まで入る。そしてシングルガードで鍵を拾って、さあ大幅に体力をリードしたミリア。さあこのまま一気に攻め殺すカーが、さ
さあ、ファウスト防戦一方、最後はな、投げですね。投げが入って、プランサダミリアがベスト8ですね。おめでとうございます。さあ、続いて第4試合。さあ、続いて第4試合。大ちゃんのブリジット、対するは山崎のイノ。追撃、さあ大ちゃんがまずは一歩先制。さあお互いバーストが当たった後の攻め手が豊富、さあタイミングを取らせてスターシップ。さあパーティーホップ、さあキックコント行って青ちゃんから、さあ一気に今度は山崎が大幅に体力をリード。そしてもう一回、そしてすかし投げが入って圧倒的。さあこのラウンドは山崎の移動。さあ最終ラウンド、さあお互いまだファーストゲームを回復していない。さあファーストが鍵を握ることになるのか。さあ勝利者を逆手に取って、さあここでキーのファースト、ファーストを投げる。そして完成入って、さあブリジットが投げて、スターシップが勝つ。しかしキルマシン、さあ安く進んだ。さあ残り体力はほぼ5分。さあ投げが入ったのは山崎、ポンプを重ねて中段から攻めに行く。オップが当たる、しかし引っ張りが当たってポンプを抜く。さあロジャーから中段、そして牽制してロジャーを呼んで、さあ衝撃はしっかりガード引っ張って、さあエンディングが勝負。そして最後は突っ込んだ、大ちゃんの勇気あるツッコミ。さあベスト8、4人目は大ちゃんに決定。さあ続いては、ヨウさんのエディ、対するは N 川さんのファウスト。生きることを見せつけるな。Heaven or Hell, You won! Let's rock! 足の下がったところを一気に序盤から攻めに転じたエディ。対するファーストは空中からのガトリングでダメージを奪っていく。さあドリルからの連携、さあ愛を打って、しかし空中フリーでなお逃れた。さあ空中ガトリングからリーに締めて、さあドリルが当たる。さあしばらくから何が出るから、そして急降下して投げを入れる。さあシャドウギャラリーの隙をしっかりタッチ系で落として、 N カーがまずは一本先制。さあまずは後ろに下がって、この投げる。さあジャンプでガートリング入る。さあまずはファーストアタック序盤は波に差をつけた。そして回るからコービルが急にして下段を挟むがバースト。さあペンタングルを足前でかわして、さあハンマーからのコンボにはいかない。さあドリル入ってカウントヒット。さあ引っ張り出してマイピー合わせる。さあアイでエディを壊したが自分も相打ち。さあダブドが入って
ノービルからガトリングスライダー回ってガトリングスライダーもう一回回る。さあこれでヨーが一本取り返してファイナルラウンド。さあドリルで攻め立てる。さあ YP から 8K で対空してガトリングスライダー。さあドリル絡めてさあアンドリルで回る。さあしばらくからボブが入って意外にダメージ。さあ YP からのフィジュコンボ。そしてここで回るが入る。しかしシャドウギャラリーどさくさにダブドで掴んでガード不動連携。さあこれで勝ったのはヨーのエディに決定。皆さん大きな拍手を。さあ続いては下級のアクセル対 X メン連続技研究会会長のジョニー。さあまあもうご愛嬌ということで、まあ試合開始。さあまずは徹底して遠距離戦のカシオのアクセル。ナイス。前回のジョニーの方は接近戦を挑んでいく。さあディバインは絡める。さあここで遠征がローマニアンから一気にコンボに持ってった。さあこのダメージ、これがジョニーの魅力。さあミストは絡むんだがレベル2はキング。さあ投げが入ってガトリングからジャンプ D でフィッシュ。さあ1本先制したのはメン会長。さあこのラウンド先ほど同じように遠いところのコンボが入るのか。さあレベル2になったラウンドですが、さあ勝ちのは画面端から逃がしてもらえないのか。これは一旦落ち着きを取り戻すかのように、さあここダッシュからの形をしっかり潰した。デテカリ、さあ中段もしっかりガードしている。しかしバトリングから投げ、さあリバーに入って、しかしここはしっかりデテカリでリバーサル。さあ遠距離から的確に一発一発丁寧に、そして空中からにはしゃがみです。さあ下級のアクセルが1本取り返す。さあ前一つ重ねて、さあ一気にコインを使って画面端に追い詰めた。お先生か。さあ前一つから、しかしバースト。さあしっかりディバインもガードしている。下級が落ち着いている。さあ遠征から絡めてしまったところに、さあ徹底して遠距離で攻める。さあ投げが入ったのはジョニー。さあ遠征が絡めて一気にダメージを奪った。さあ2枚青キャンスから遠征がローマキャンス、しかしとどめにはならない。さあこれで一気に攻めなければならない。アクセル、さあ何足からの接近をしゃがめ1ですね、ぶった切った。さあベスト 8X 連続技研究委員会会長さんでよろしいですよね。はい、ありがとうございます。ではネモさんとネギさんですね。そして
僕が持っていく。さあ対するテスタメント、さあ回せるのが分かれた中段からグレンリーガーに繋いで、さあしかしここはファーストベッドアングル、さあホーリーキャンに行ったところ逆に投げたのはテスタメント、お見事会場を枠、そしてリーガー繋いで網で拾ってもう一回、そして最後はガトリング、さあお見事会場もヒートアップしてきた。最高先生はネギロでした。さあネギロの反撃はあるのか、さあ一人が当たって中段からリーガーに繋いで、おっとリーガー、さあロバちゃんから一気に上がる、そして中段、さあ序盤から一気に対応したオケラ、しかし引っ張りに当たってしまう。さあオケラからファウストがコートをつないで、さあ爆弾で一旦両者前を取った、さあ愛はしっかりガード、そしてフォークガスからのコートを入れて、しかししゃがみ入りながら正義のテスタが攻める、しかし最後はデモがドリル、さあ 1-1、 さあ接戦、さあドリル、さあドリカンから一気にコントに行く、さあバーストはなお戻れない、さあ中盤から一気に画面端、さあ毒まで当たる、さあここでピヨってしまう、間に合わない、勝ったのはネモのファウスト、ベスト8進出おめでとう。さあこれで最後です。さあ最後はワシミのソルとルパンのエディ、ダストループに繋ぐ、さあ叩きつけは入らない、さあ回る、さあエリーモでここで入るか、バースト、さあバックダッシュでリバーで回避してグランドバイパーをしゃがみして止める、しかし手を出したところに待っているのはボルタニック、さあここでグッドアングルでなお逃れとソル、そしてタッチ系の持続を当てる、さあライオット、しかし冷静にバイピンで返して、さあそれからガンフレームを受けよう、そしてコンボに持っていって、さあまず一本先制したのはワシミのソル、さあルパンの反撃に期待したい、さあ大学バンデット 8K で落としてダストループにつなぐ、危ないダメージだ、さあ一気に体力つながりゲット、さあガンフレームからチャレンジ、そしてグーチップコンボ、さあバースト待って、最後はタチケ、最後ベスト8一人はワシミのソルに決定、皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。決勝トーナメント1回戦の結果、以上の8名がベスト8進出となった。それでは準々決勝第1試合、ランレボー選手対カキュン選手、決勝筐体へお進みください。今回も準優勝目指して頑張りたいと思います。できるところまでいきたいと思います。さあ、まずお互いが距離を取って先制を始める。
さあ、ヨーザー戦入って。さあ、もう一回ヨーザー戦。さあ、鏡返しから。一気にダメージ差をつけた。さあ、鏡返し。ドリスケを、はい、と展開。さあ、タッチパンで落として、空中コンボに行こうとする。AD に対して、ダースト。さあ、バックジャンプからの畳返し。これが牽制能力が高い。さあ、バックラッシュにドリルが上がるが、死亡症にはならない。さあ、ジャンプに入って。さあ、ここでバースト。さあ、エディをジャンプハイザーで消して。さあ、隣に青ギャンから一気に攻めに転じる。さあ、体力はほぼゴムか。さあ、残り32秒。さあ、やはり、時間ギリギリ。さあ、ガーキャン入って。空中画面から、さあ、畳返しが入る。そして投げ。さあ、エリーが潰しておいた。これはでかい。残り10秒。さあ、ヨーザン戦、しっかりもう一回ヨーザン戦。そして最後は投げが入る。さあ、まず1本目先制したのはパキューンのマイケン。トマイガーシ突っ込んでくるところにドリルを置いておく。トマイガーシからトマイガーシ2ヒットしてラストコンボを絡めて、まだ行くのか。さあ、一気に体力7割ゲット。さあ、追い込まれたのはランレボー。攻めに転じなきゃならない。さあ、鏡返し青剣から空中投げが入って、最後はマイエチェスフィッシュ。さあ、まず準々決勝第1試合、勝者はカキューン。それでは準々決勝第2試合、ブラウン選手対大選手、決勝筐体にお進みください。関西は和井さんがいるんで勝てないですけど、頑張りたいと思います。まあ、頑張って優勝したいと思うんで、みんなドキュントークでお願いします。さあ、続いて、さあ、中段から青キャン絡めて、さあ、一気に持ってった。さあ、ミリアが、まずはブラウンさん、一本先制。さあ、この中からも、加藤同様、提供したと思います。さあ、ファーストがキーに入る。さあ、ずらし置き。さあ、このラウンドは大ちゃんが体力を若干リード。さあ、青キャンから、さあ、コースは若干ミスってしまったが、さあ、シークレットバーデンが当たる。さあ、投げが入ったのはミリア。さあ、受け身に合わせて下段を重ねる。さあ、ファースパンで牽制して、さあ、バイピーから一気に体力を持ってった。さあ、テイクスターシップを振りまいて中段が入ってフィニッシュ。何事も基礎が重要なんです。さあ、大ちゃんが取り返した。
さあまずはこのラウンドを最後に、まずはどちらか、さあカイちゃんがガトリングでうまくつないで空中から攻めていく。さあカイちゃんがしっかりガード、しかしジャンプが後ろで叩き落とす2秒の先輩特許。さあシークレットガード、にロジャーを呼んで、さあカウンターヒットで両ロケを誘発。さあ一旦距離を取って、さあバーストを使ってしまう。さあ投げ方のコンボで体力を追いついてきたグランビリア。さあここでしゃがみ入ったからコンボに行く、中段からもう一回中段、そしてゲランダオーケンから空中コンボでフィニッシュ。勝ったのはブラウンさん。試合が決着つきました。まずは大ちゃん、残念ながら敗れました。一言ありますか？全力を尽くしました。わかりました、退場していただきます。そして勝ちましたブラウンさん、今は何もコメントを求めません。次の試合に向かってください。ステージの方へお戻りください。それでは準々決勝第3試合、ヨウ選手対 X メン連続技研究委員会会長選手、決勝筐体へお進みください。頑張るんで応援してください。負けるわけにはいけないです。残念ながら敗れてしまいました。要素残念でした。一言ありますか？会長に一回かかったことないんで悔しかったです。ついにその壁は破れずということですね。それでは要素さん退場してください。でそして見事圧勝しました明太長さん、あえて明太長さんと呼ばせていただきます。明太長さん、今はコメントを求めません。どうぞ胸を張ってステージにお戻りください。さあ準決勝へ残る椅子はただ一つとなりました。それでは準々決勝第4試合、ネモ選手対鷲見選手、決勝筐体へお進みください。
まだ隕石出してないんで、どんどん出していきたいと思います。まあいつも通り頑張ります。さあ今日は一回も隕石を出してないと言いました。出るんでしょうか隕石が。さあまずはバブラハンバーで向こう向かってる。そしてアイを打って、さあ一気にいい流れ。しかしライオットカウンターヒットから、さあ金橋に連れて行かれた。さあロマニアからバンデット、そしてラッシュからブッキラボーに投げて、さあ地形からガンディングロマニア、そして足払いからバンデット片手に、そして受け身を取ったところに、さあ地形しゃがみハイスラー一本先制したローマシーン。レッツワーク足払いからガンディング、さあ本当にいい席が出ませんこれと。さあプリンターからダストに繋いでいく。さあここでバースト、さあダイレクト反応系が、さあ中から奥まで入って、さあ結構なダメージを奪った。さあクラウドバイパー読んでいた、ジャンプでかわしてコンボに行ってどうにかならないが、ダイレクト大幅リード。さあライオンのしっかりガード、しかしここでクラウドバイパーコンボは若干ミス、そして最後は対空に前ピー。さあネモが1本取り返す。さあ最初だとアイを打ってスーパーを触ってくる。さあボルカニックでなお逃れた。さあライオンとカウンターヒット、しかしカウンターヒットはない。始まりからバンデット 8K からバックダッシュを読んでいたのか、ダストループにつないで、さあ残り2ロット、そしてバースト。さあどうなるのか、さあ一回距離を取ったのでも、しかしかまずワシミが突っ込んで最後はフィニッシュ。さあこれでベスト4最後の椅子はワシミのソルに決定。最後の椅子はワシミ選手に決まりました。ネモさん残念でした。何か一言。隕石が出なさすぎです隕石が出なかった。さあ、鷲見さんは準決勝最後の椅子を勝ち取りました。どうか誇りを持ってステージにお戻りください。激しい戦いの末、以上の4名が勝ち残る。まずは関東代表カキュン。俺以外全部関西の人、一応一人エセ関西人がいるんで、なんで、関西が強いというふうに思われそうですけども、ここでまあ関東の意地をぜひ見せたいと思っております。続いて東海代表ブラウンさん。京都で俺の師匠の勝節さんが見てますからね、まあそれはもちろん余裕ですよ。そして関東代表 X-Men 連続技研究委員会会長。ここまで4名の中の1人に勝ち残るのはもう予想通り。全部読めていた。じゃあこの後の予想も教えてください。優勝。最後は近畿代表和志美。とりあえずここがきついね。そうですよね、ここの対戦がね。はい、次はまあ割と得意なキャラだから、ここ勝てばいけるかなって感じ。この4人の中で決勝に勝ち上がるのは果たして。準決勝第1試合 1P
カキウン選手対2ピンブラウン選手、両選手の入場です。しかし、から投げが入って、さあここでバースト当たったのはカキュン、さあジャンプベースで、さあここはお互い落ち着いて相手を見ている。さあ引っ張って、さあ足がないから、しかしここはバースト、さあ下段からの青ギャンコンボは繋がらない。しかしからから中継とかでつないで、さあラウンド、このラウンドはダメージ的にブラウンエリアが優勢。さあ裏から、タンデムの裏からコンボを決めて、さあ初心者にリーチをかけた。さあかけ、準優勝まであと一つ、負けられないこの試合。さあダメ足投げから空中コンボ、しかし受け身取られてしまう。さあ畳に思い切った前転、そして投げを入れる。さあ足場にガンガン合わせる。さあ空中コンボ入れて、さあ体力が若干追いついてきたミリア。さあここで覚醒が入って、そして鷹山戦思い切りがいい。さあ一本取り返した。さあ決勝に進むのはどちらか。さあブラウンさんがこのラウンド一気に攻め立てる。さあバーストをしっかりガードして、さあ足払いの青ギャンから一気にダメージをひっくり返した。中段からエメラルドレインが入って追撃して、さあこれで拾ってタンデムから中段、そして一気につないでいく。決まった、勝ったのはブラウンさん。熱戦でした。残念ながら敗れてしまいましたカキュン選手、まず一言、ファイナンさんには及びませんでしたということで1対1まで持ってきましたけど、その時はいけるというふうに思いましたが、はい、もう一度挑戦をしたら勝てる自信はあります。しかしもう挑戦する権利はございません残念ですけど、一言ブラウンさんにコメントを、優勝してください。ありがとうございました。カキュンさんは退場です。そして決勝に駒を進めましたブラウンさん、まずは感想をお願いします。めちゃ強かったです。あ、良かったですね。1対1になった時はかなり厳しいというふうに思われましたか。あ、はい、やっぱやばいなって思います。さあ決勝に駒を進めました、向こうは誰が出てくるかこの後の試合にかかっているわけですけど、どうですか。ほんま面長だけは勘弁してほしいですあれはほんま勝てないんで。というか次の試合は鷲見さんに頑張ってもらいたいというエールを送りたいということですね。もう頑張りまくってほしいです鷲見さんにどんなことがあっても面体調に傷を負わせてくれという心からの叫びのようでございます。さあそれではブラウンさん、決勝に向けて心らしげにステージにお戻りください。
それでは準決勝第2試合、 1P 面会長選手、そして 2P 鷲見選手、両選手の入場です。準決勝第2試合、注目の一戦を迎える前に、先ほどのブラウンさんの心の叫びを聞いた鷲見さん、どうですか？基本的に負け越してるからちょっと厳しいかな。ブラウンさん、残念ですね。かなり薄くなってまいりました。さあ、この三角関係、いよいよ決着の時を迎えます。さあ、準決勝第2試合、さあ、まずはダッシュから飛んでいったの、さあ、ここはバースト、しかし読んでいた、面会長が冴える。さあ、一気に体力の8割ゲットして、遠線量をばらまいておく。さあ、投げが入って、そしてビヨンってしまう、そしてダストでフィニッシュ。俺を本気に。さあ、ブラウンさんが収めていく。さあ、ワシミが頑張るか、面会長このまま勢いを押し切るのか、投げが入って、さあ、リバイン、いかない、さあ、投げがで切り跳ねに行く、もう一回、さらに張って、もう一丁、クリア停止線下から、オーバーキャンコンボは、次は至らない、しかし、この体力リードは、なんとも知らないか、グランドバイパー、しかし、ここで、冷静にバースト、そして最後は遠線が、面会長強い。面会長、あなたやっぱり悪役ですね。ちょっと待っててください。さあ、鷲見さん、ブラウンさん泣いてます。あー、ちょっと焦ったわけじゃないですけどね、ちょっと左回りした。全く歯が立たなかったという感じですか？あー、まあ結構そういうゲームだから、まあこう負けることもあるかなって、こう負けることもあるかな。さあ、今鷲見さんにできることは何か。それはブラウンさんに面会長対策を授けることだと私は思います。今戦ってみて、面会長をこうすれば下すことができるという確かな授かりを伝えてください。知らない。なんて冷たいやつだ。冷たすぎる。ブラウンさん、もう首振ってる、罰も出てる。この強さをどう迎え撃つのか。そして鷲見さん、また修行し直して、もう一度面会長さんとぶつかって、その時は勝ちますかね？わかんないです。ダメです、この人は。退場してください。さあ、悪役はどこまで行っても悪役です。憎たらしいまでに勝つ、見事でしたね。ありがとうございます。戦ってみた感想をお願いします。勝因はハメですだそうです。さあ、いよいよ決勝になります。いかがですか？帰って PS をやりたいですということは棄権しようかというふうにも考えているとか。いや、まあちょっと考えかな。余裕ですね。さあ、ブラウンさんとの対戦なんですが、どうですか？強いですよ、あの人。ブラウンさん、こういうふうに言ってますね。どこまで本気か分かりませんね。
でも怒りの炎が燃えてきたんじゃないですか。あ、小指でしばきます。小指でしばく、全然痛くないですね。困ったな。あなた自ら言ってください。自分の弱点、俺はこれにされたら負けちゃうよという。ブラウンさん、ダスト100連発されたら負けますよ。OKOK 作戦できました。大体できました。おっと、力強い言葉がブラウンさんから出ました。さあ決勝に期待したいと思います。とりあえず年会長さん、一度誇らしげにステージにお戻りください。X-Men 連続技研究委員会会長、実はこの男、第1回全国大会においても決勝トーナメント進出を果たしている。しかし結果は1回戦にて敗退。だが今大会予選トーナメントでは3試合とも全てストレート勝ちという強烈な強さを見せつける。さあ、野村だ。まずは第1ラウンド、さあ開幕にアパホは犬がつく。しかし面倒くさいで面会長とかです。面会長がかわす。さあしゃがみハイスラー。さあディバインのロマキャンからのコンボを叩き込んで、さあレベル2、さあ遠征が入って、さあ会場もヒートアップしてきた。さあ霧を張って空中投げ、もう一回つないで、最後はもう一回、お見事、空中投げのオンパレード。さあ面会長、まずは一本先生。さあ森口、このザッパも、さあここからの反撃に期待したい。しかし投げる。さあ読んでいた、もう一回空中投げ、ギリ張りすぎる。さあただちょっと見えないですよ、ザッパが白くて。あっという間、お見事、X メン連続技研究会長 2-0 でベスト16進出。そしてもう一人のファイナリスト、ブラウンさん。予選トーナメントでは X メンとは実に対照的な勝ち上がり方をしている。まず1回戦は相手選手欠場のため不戦勝。その後決勝進出までストレート勝ちは一切なく、常にギリギリのところで勝利し、ここまで勝ち上がってきた。さあまず序盤ダメージを奪っているのはギリア。さあここでシークレットガーデンを放つ。さあ中段マイケーのロマキャンからコンコに行って、さあマイケーしっかりガード。さあカーカス打って、カーカスが当たる。さあカーカス、さあダッシュ接近していく。さあこの体力差ひっくり返せるか、ベノム。さあしかしミリアは機動力を生かして逃げ回る。そしてスタイルドボースからジャンプD。そしてつながんないが、さあ体力大幅リードのミリア。さあダブルカーカスから、さあ前ピーで落として、しかし最後勝ち合ったところに待っていたのはミリアのジャンプD。 2-1 でブラウンさんの勝利です。その2人が頂点に立つ者の証、セイントの称号をかけ今ぶつかる。2002年ギルティギアイグゼクス全国決勝大会、頂点を目指し7月21日から全国で始まった予選トーナメント、その激戦に勝ち抜き栄光と名誉を目指して128名がここ品川インターシティに集結しました。全127試合さまざまなドラマが生まれ、歴史が刻み込まれました。全参加者4799名の頂点に立つ、果たしてブラウン面会長、いよいよ
決勝戦です。まず最初に X-Men 連続技天気委員会会長選手の入場です。続きまして 2P ブラウン選手の入場です。ただいまより決勝戦を開始します。4799名の頂点を決める戦いは幕を閉じた。今日ここで行われた全ての試合にはそれぞれにドラマがあり、僕たちの記憶に刻まれた。ギルティギアイグゼクスという一つのゲームに魅了された人々が今日ここで作り出したこの物語はこれからも語り継がれるだろう。新たなるセイントの栄光とともに。
始まってるんですかね。いやまあいいんじゃないですか。ちょっと適当にちょっとお疲れさんですということ で、はいでね、いきなり飲んじゃうってのもあるんですけど、はい、お疲れ様です。でも唐突にちょっと、はい、まあ話してみたいかなと思うことがあるんですけど、はい、どんなもんが好きですかね。どんなもんと言いますと何が好きか何が好きか、やっぱり音楽と映画、エンターテインメントは基本的に全部好きですね。ゲームは入ってこないんですか。あ、ゲームもそうです。ゲームやっぱり自分がゲーム目指したっていうのは、うん、そのエンターテインメントっていう意味で、その音楽とかそのキャラクターの動作一つとったビジュアル的なところとか、まあ、あと客にやらせるというところで、まあ、究極のエンターテインメントだって思ったんですよ、うんうんうん、この道に入ったきっかけの考え方ですね。あれですか、やっぱり音楽とか映画とかだと、はい、やっぱりもう見せるだけっていう部分っていう認識はあったりするんですかね。いえいえ、やっぱり映画は映画としてのその見せ方があって、うん、その自分の中では、例えば映画を作るって話になったら、うん、じゃあ映画の中で自分が音楽を作れるかって言って、多分そういう事情はあまりないだろうと、さすがにそういうところからですね、ちょっと舐めた言い方をする、そのやっぱりゲーム業界やっぱりまだ歴史が浅いんで、いろいろ素人の付け入る隙があるんじゃないかっていうところがあったっていう感じですね、はい、でも音楽を目指してたとか映画を作ろうと思ってたことっていうのはあるんですか。ありますよ。あ、そうなんですか。映画はですね、大学の映画学部っていうのがあるのはもうほとんど受けましたね、うん、あ、はい、とりあえず受けた。はい、受けてます、はい、受けるだけ受けて、うん、はい、それでそっちには進まなかったんですか。そっちはですね、一つだけ受かってたんですけど、他落ちたんですか。他落ちました。のきなみ落ちました、うん、まあ、それはちょっと面接の時にどうしてもその面接員の人が気に入らなくてやめたんですよ、うん、で、そうですね、それからまあやっぱり浪人いつまでもやってらんないってことになって、うん、じゃあ何をやろうかなっていった時に、その音楽かゲームかみたいなところ、うん、まあ、あと漫画みたいなのもやりたかったんですけれども、うんうんうん、その時にそのうちの専門学校が最初にこうパンフレット載ってたのは、もうプログラムも絵も音楽もできるって書いてあったんですけど、音楽入ってなかったんですよ、入ってみたら音楽の授業ないじゃないかって、こう毎日のように職員室にこう抗議しに行ってましたね、うん、で結局そのままそのゲームの方向という感じですね。あ、じゃあそこに音楽の科とか授業があったら、もう音楽の方にこう行ってたかもしれないですね。あ、そうなんです。すごい自分でも迷ってて、進路にその音楽とそのゲームと本当に人文はどっちが好きなんだみたいなところでちょっと迷ってたんですけれども、うんうん、その専門学校を卒業してないんですけど、まあ途中で受けたところにちょうどアークに入れたんで、うんうん、そのまま行って今までずっとやってるって感じですね、うんうん、じゃああれですか、その専門学校行ってる時も割と音楽っていうのになんかこうこだわりとか、なんかこう未練みたいなものとか。あ、すごいありましたよ。だからゲームの学校なのに制作発表みたいなのは、僕はその68で音楽作って持ってきました。その音楽は実は今そのゲームのミディアとか回とか使われてるやつはその時作ったやつですね。あ、曲自体が、はい、あ、そうですか。で、まあギルティっていうのは、まあ様々なね面があったりして、まあ当然格闘ゲーム、
はい、っていうところもあると思うんですけど、はい、まあキャラクターがのファンがいたりとか、はいはい、まあそれこそ音楽っていうのはね、ハードロック、ヘビーメタルみたいなもので、はいはい、そういう部分に興味を持って、はい、あのキルティギアって知ってるよっていう人がいたりとかっていう、はい、まあいろんなそのあのファン層というか、いろんな人たちを捕まえてる部分があると思うんですけど、総じてまあいわゆる石渡さん的なそのかっこよさ、かっこよさ、うん、はい、かっこよさの追求っていうのがああいうものになってくるのかな。そうですね、本来ならもうちょっと最初の時からもっとさらに派手なことはしたかったんですけど、全然、うん、やっぱり あれだけすごい人間が戦ってたら、こう必殺技1個打っただけで背景が壊れるとか、うん、やっぱりそのそういうようなところでなんかウォーその出しただけでレスポンスが返ってきて、やってる人間が気持ちよくなれるっていうところにはすごい本当はやりたかった部分があるんですけれども、まあ、ちょっといろんな都合で割愛させていただいたりしたんですけれども、うん、でそれどっちかというとやっぱ気持ちよさっていう方がやっぱり格闘ゲームっていうものを作ってきてた、はいはい、側面としてはやっぱり気持ちよさを追求していくっていう。そうですね、爽快感とか、うん、そのとにかく気持ちよくなる、ハイになれるもの、うん、これやってみたらどうなんだろう、あれやってみたらどうなんだろうっていうのは、そうですね、ちょっと頭の中で思わずプレイヤーがちょっと考えてしまうようなもの、うん、でそれも動かしてみたらやろうと思ったら不可能ではないっていうレベルでやっていきたいなというのがあったんですね、うんうんうん、石渡さんがかっこいいと思うものってのはどんなもの？これはですね、いろいろあるんですけれども、やっぱり派手なものを、はい、あとバカみたいなものが好きですね。そんなバカなって言ってしまうようなのがすごい好きで、だから映画とかで言えば少林サッカーとか、はいはいはい、ああいうようなバカなっていう、うん、でもそれを見てると映画自体はその笑える内容だったりするのかもしれないけど、でも心の中にあれかっこいいなってきっとみんな思ってると思うんですよ、うん、そういうかっこよさですね、まあ、確かにね、あの映画の場合はね、うん、本当に誰もが考えついてるかもしれないけど実際にやっちゃうっていうのがね、はい、なるほどね、ああいうの好きですね、うん、で、まあ前からね聞いてるので、はい、例えばその音楽で言ったらクイーンが好きとかっていう、あ、はいはいはい、のあるじゃないですか、はい、けどギルティの曲は割と、あ、はい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 、というかまあメタルと言っちゃっていいと思うんですけど、はいはいはい、クイーンじゃなかったんですか？そうですね、それまでに自分がやってた格闘ゲームの中の曲っていうのは、その曲単体で聞くというかですね、戦ってる時の曲ってぶっちゃけの話聞こえなかったんですよ、うん、こう死力を尽くして戦っている割にはやたら和やかな曲が流れていたりする、でそういうのがどうしてもその当時の自分には納得がいかなくて、まあこのゲームを作るにあたってはこういう方向性でコンセプトをガチッと固めたものにしちゃった方がきっと差別化が図れるだろうという形でやりました、うんうん、じゃあもうあえてそういう自分のその、まあ、趣味っちゃあるですけども、はい、そういう方向性というよりはもう格闘ゲームの曲のイメージはあるだろうっていう、やっぱり自分としてはそのエンターテインメントっていうのはあらゆる部分にその楽しみがあるっていうものと考えてまして、そういう意味で例えばクイーンみたいなのってその曲調に縛られないような作り方をしている、まあ、一貫した自分たち そのロックの姿勢みたいなのがあるんですけれども、その出してくる曲っていうのには別にロックだからこれなんだっていう形では作ってこない、ああいうのがすごい好きなんですね。椎名林檎とかあの辺の曲とかもその何かを表現するために作っている曲の集まりなんで、その何かを表現するっていうのがそのアーティストそのものの感性を表現するという形になっていて、曲ジャンルそのものではないっていうのですね、そういうなんか姿勢で曲を作っている人たちがすごい好きなんですよ。で自分もできればそうありたいなとか、変な話スカンチとかもかなり好きなんですけど、はい、じゃあそういう意味で結構やめれば幅が広くいろんなものを聞いてるとか。そうですね、今日はなんかデスメタルを聞いてたと思ったら、うん、明日にはそのマクロスとか聞いてたりしますから、うん、あ、すごいですね、はい、そのギャップが自分も似てるもんだったんですけどまああとそれ以外に、はい、まあさっきのその
バカっぽさとか派手さっていうのは非常に、はい、あの自分も共感できる部分があって、はい、その島本和彦ノリ、はいはい、少林サッカーも、まあ、似たテイストがあると思うんですけど、はい、やっぱあの辺の島本和彦、まあ、漫画といえば島本和彦、はい、とかっていうのも結構ストライクゾーンだったり、はい、僕はもう島本和彦先生大ファンですね。うん、学生の頃からずっと読んでて、あの人のその言霊みたいなものがすごいあるんですよ、はい、セリフの中に。で、その一言でそれを説明しろっていう状況に持ってかなくても納得させる一言を吐くんですね、あの人の漫画の中では。それがもうすごいいつも感動して、こういうシンプルでガーンとこうハートに来るような漫画を描く人は好きだなっていう、すごいありますね。うん、いや決め台詞みたいなものとかね、はいはい、もう全てを全てをもう納得させてしまうというか、はい、一言で全部納得させてしまう、うん、もう全てそれを言われたら終わりだろうみたいなね、はい、まあ、いろいろとあの本の転校生だとか、はい、まあ、いろんなあの漫画の主人公いるじゃないですか、はい、本当にああいうタイプなんですよね、あの人っていうのは、ね、あの人自身が、うん、そうじゃないとあれは書けないですよね、うん、多分ね、もうあれは生き様みたいな、はいはいはい、生き様ってそういうなんかこう言葉使える人たちって今少ないじゃないですか、うん、もうあの人はバッチリ当てはまりますよね、うん、生き様ってどうですか。生き様ですか、うん、ああちょっとあの現実問題自分がそのかっこいい生き様をしているかどうかっていうのは別問題なんですけど、やっぱりその生き様みたいなものを自分に見せつけながら生きていきたいとは思ってますよね、うん、なんかこうそれはちょっと無理っぽいなみたいなところをこうよしやったろうじゃないかみたいな気持ちではいたいなと。なるほどね、そういう意味ではもう結構自分もいろいろ進路変更なんてできない年ですけれども、もう関係ないなっていろいろ思いますよね。進路変更ついてるいやなんかあのスキャットマン・ジョーンズさんとかもあれもなんかもう50歳ぐらいであのデビューってわけじゃないですけども、あの出てきましたよね世の中、うん、まあ俺もじゃあそこまでは時間があるんだと思ってまあ今からでもなんか燃えようと思えばいくらでもまだまだ燃えられる、うん、ありますからね、はい、多分あのみんな諦めちゃってるだけっていうのあると思うんですよ、はい、もうね、年だしみたいな形で諦めてるからやらないし、はい、出てこないだけって考えれば、はい、まあ、今からでもね、はい、やり始めたらっていうのはあるかもしれない、ありますよね、うん、でもあれですよね、やっぱりあの会社とか見てて学生とかもそうなんですけども、うん、それをその若い自分からあの随分放棄してる人が多いなっていうのが多くて、なんかすごい説教みたいな話で嫌なんですけど、あのなんかすごい多いんですよね。だからこう何のために会社入ってきたんだみたいなやつが結構いたりして、ゲーム作るために来たんじゃないのみたいな、そういうなんかすごい憤りを感じますね。ひょっとしたらだから俺だけなのかな、こういうことを考えてるの、これはもうすでに古いのかなとか思ってみたり、なんかもうその生き方自体こう効率的じゃないって話なのかとか、効率的じゃない、まあ最近の人たちが割と若い人はそういうね、はい、やっぱ効率だとかその無駄だとかっていうようなものを嫌がったりとかっていうのは失敗を恐れますね、はい、あそうですか、はい、あの失敗を恐れるって言ったらなんかちょっと言い過ぎなのかもしれないですけども、うん、なんていうのかな、結果往来ってなんかいう勢いでやれる人たちが少ないですよね。あそうなんですね、はいはい、なんかもうこう行くぜやっちまったってこう笑顔で言えない人たちがすごい多いような気がするんですがそういうのなんか僕は好きなんで、結構あの失敗が笑える、まあ笑えないんですけどあんまり会社だとそういうのはやっぱり欲しいですね、うん、あ割と結果往来重要ですか。結果往来重要ですね、結果往来っていう感じのなんか うまくいったとか言ってこう胸張っちゃうような感じのいいですね、それ失敗した時は失敗した時で単純にまあやっちまったぜって言えるような、でもうすぐ次って感じにいけるようなのがいいですね。それずっとあのすぐ次次って失敗し続けてたら困りますけど、確かに本当そういう部分で割とゲームっていうのは勢いとかっていうのは重要だったりするんですか、そういうその時々の勢いみたいな。ゲームに特に最近のゲーム
になってくると勢いだけじゃやっぱりダメなんじゃないですかね。俺が言うのはダメなんですけど、それいや僕が仕切ってる現場ではどちらかっていうとでもそういうのが多いですね。ただやっぱり今見てるその発売されてるゲームとかを見てる限りでは、ああやっぱりすごい計算されて作ってるんだなっていうのはすごいよくわかるんですよ。だから僕らの作ってるのは本当ある意味どっかの掲示板に書いてあったみたいによくできた同人ゲームだみたいなところがあって、その好きなものをやりたいこと表現したいことっていうのをまずガーンぶつけてみてどうなのよみたいなところをまず出していこうっていうところが強いんで、あの精密じゃないですよね正直。だからそれは言ってみれば本当市場に出してみた結果遊んでくれる人が結構いて、まあ僕らとしては結果オーライだっていう感じなんですよね。でもやっぱり今それをじゃあこれぐらい盛り上がってきた規模でじゃあ続編を作りましょうって話になってきたらなかなかそういうわけにはいかないっていうのが今の市場なんじゃないかなって気がしますけれども、まあそれでもう一つ、聞きたいこととしてですね、はい、これからあのゲームって割と 3D になっていくっていう側面ってあるじゃないですか、はいはい、でもまあ、あのギルティは、はい、まあ、絵の表現としては 2D でしょうし、はい、石渡さんというのは、まあ、自分でねご自身で絵を描かれてるっていう、はい、まあ、絵っていうのは、まあ、曲の、まあ、2D っていう部分があって、はい、 そういう部分に関しての、はい、その未来というか将来というかその 2D の絵けどこれからはゲームは 3D、 そこでなんかその石渡さんのねご自身の、はい、僕の考えですか、追求したいものとか追求できるのか。そうですね、僕の極論としてはですね 3D だなって思ってます。あ、そうなんですか。はい、まあ、要するにですね CPU の性能が上がってきたりそのマシンの性能が上がってきたりということで、極端な話例えばフォトショップみたいなフィルタリング効果で写真を絵のように表現するようなことがより絵のように表現するようなフィルタリングみたいなのが出てきたら、やっぱりそれはその一枚絵だけを見た時にもう絵じゃないですか。それって見る人間にとっては単純な絵じゃないですか。それやはりそれは単純な絵なんですよ。でそれが 3D でリアルタイムで演算できるようになってきたら絵が動くってことになるじゃないですか。でそのパターンがもっとそのマシンの都合によって入れられるようになってきたり、形を変えるという無茶な処理にも対応できるような形になってきたら完全に追い越されますよね。やはりそれが受け手にとって違うのは人間が書いたか書いてないかっていう差でしかなくなってくると思うんですよ、受け手にとっては。でそれが多分その 2D の絵にとってはその温かみであるとか言われてる部分はその誰かが書いたんだってことを認識すること以外になんかその差別化がないような気がするんですね。そうすると圧倒的に武器としては 3D の方が幅が広くてアングルを変えることができる、それも自分で好きなところに持っていくことができるっていう話になってくるとやっぱ 3D なのかなって気はしますけどね。それがだから現段階ですでにそうなのかって言われるとそうだと言い切ることは確かにできないんですけども、ニーズっていうものがやはりありますんで、2D をその求める方っていうのはやっぱり 2D が好きですし、ただ僕の中ではその十分に 3D でその 2D じゃなかったらできなかったようなことっていうのができる時になったって思ってますから、少なくともあと3年以内とかもうそういう時期になってきたら当然危うくなるんではないかなと。じゃああれですか、そのまあその先ほどね3年後とかっていう話で、はい、まあそれは多分技術的な進歩だとかとかっていうのがあったりはするんですけれども、はい、要は石渡さんの、はい、まあもう少し中期的というか短期的なアプローチとしてはやっぱりその 3D に挑戦していきたいっていう部分っていうのはあったりはするんですか。ありますね。 3D はすごいやりたいですね。表現の幅がやっぱり広いんで、やっぱりそこのところで特に、まあ、今目先としてね、はい、まあ、それこそ今日明日の嵐っていうほど目先じゃないですけれども、はい、やっぱり今自分で描いててその手の伸ばし方とか、はい、そういう体の躍動感の気持ちよさっていうのはやっぱりまだフラストレーションになるとかっていうのはありますかね。もうそこのところももうないっていう判断ですかね。
フラストレーションになる、あの要するに 3D だと表現できないっていう部分でですか、うん、それはですね実際にやってみないと分かんないことだったりするんですけども、うん、なんかその昔やはり僕なんかもその当時の技術力としては 3D では表現できない部分がすごいあって、例えば布のひらめきであったり、うん、その髪の毛の動きであったり、そのキャラクターがこの時だけはこういうシルエットでかっこよく見えるみたいな、そういうような部分がもうどんどん埋まってきちゃった、それ以上のものがどんどん提供されてきた、例えばそうですね、まあ、具体的に言うとあのこのデビルメイクライとか、ああいうようなのがその当時あの僕が 2D を作る前にそれあれを見せられていたら多分心が変わっていたんじゃないかって思うぐらいかっこいいものが出てきたっていうところがやっぱりすごい強くて、でしかもその僕がそのものづくりの最初に映画を作ろうとしていたっていう部分で の, その演出の部分とかですね、そういうところがやはり表現しやすいっていうところで優れているんで、まあ 3D っていうのはすごい興味ありますよね。もし、まあ、これはギルティじゃなくても構わないんですけれども、はい、要はギルティみたいな、まあまあ、キャラクターというかね、はい、キャラクターのああいうかっこよさがあったり、はい、そのかっこよさっていう部分も非常にまあ支持されてるっていう、はい、こういうようなものをやっぱり本当に同じテイストのもの、もしくは当然今から後に出すわけですから、はい、それ以上のものが求められるって言った時に、はい、やっぱどのぐらいの時間が必要ですかね、それも 3D でやろう。あの正直な話ですね、やっぱりあの実際自分がこれぐらいの規模のものを作りたいというものを作ってるメーカーさんに取材見学ではさせてもらえない限りは分からないっていうのが正直な話ですよね、やっぱその組織力とか絶対必要になってきますから、総合力みたいな、そうですね、あのモデリングする人にしたって、そのモデルを動かす人にしたって結局技術がいてどれぐらいの規模があればこれぐらいのものが作れるのかっていう、やっぱ分からないですよね、スタジオからどのものかっていうね、ただまあ僕らの前言ってたその勢いみたいなところでは、まあなんか見てて知ってることは知ってるんだからやれるところまでやってるかみたいなところはあるんで、ひょっとしたらそういう部分で作っていくかもしれないですね。また、ね、勢いスタートで、勢いスタートで、まあ適当にポリゴン動かせるやつも作れるやつも揃ったいくかみたいな、ようなのあるかもしれないですね。結果それがいいのかどうかって言ったらちょっと想像しづらいですけれども、ただまあね、あのギルティのその源泉が勢いからっていうことなんであれば、はい、また新しいステップがね、はい、その勢いからポリゴンという世界が、はい、3D という世界がね、また勢いスタートでもいいのかなっていう。はい、うん、やっぱそこがね、打算からスタートするというよりは、はい、やっぱり勢いからスタートするっていうのが一番、まあ、かっこいいしスマートだったりするし、そうですね、まあ、会社的には非常にいい迷惑ですけどそんな、なんか勢いだけで言われても困るんだよみたいな、でもやっぱりそういうもので心動かされてる人とかっていうのもね、はい、いると思うんで、どっかで、はい、その作り手の勢いだとか、はい、パワーだとかっていうものも、多分プレイヤーはキャラクターの外見だとかゲームのバランスだけではないところっていうのは、これは多分言葉だとか形には多分現れてない、はい、ね、あの人の心の中で多分動かされて、はい、そのゲームにね100円入れたりとかっていうようなところもあるのかなっていう、はい、うん、まあそんなオーラをね発してるようなゲームだったりすると思うんで、もともとギルティっていうのものがね、ありがとうございます、うん、まあ、そんなゲームとかね、なんかまた会社はともかく会社はともかくこの場は会社はともかくとしてね、なんか勢いだけでね出てくるような、うん、そうですね、なんかもうやりたいっていう人間があれはどうだこれはどうだっていうのがちょっとこう論議が言えるような、うん、そういうスタンスでいきたいなと思ってるんですけど、